お父さん見ててできたよ。ごめん、ちょっと時間かかったから。お父さん今日一緒に帰ない？2011年に彼らのお父さんであるアディウソン・ソウさんが、5月に、亡くなられたんですね。もうお父さんはがんで病院にずっと入院していて、最後兄弟たちを、病室に呼んで、それでお父さんが自分のつけていた黒帯をサトシに渡して、で畳の上じゃなくてごめんねと。それからお父さんで言うのはごめんね、でもこれの黒帯であげたい、私の黒帯であげたい。それがサトシが黒帯になった日で、その数時間後にお父さんが亡くなったんです。彼らはもう競技から離れようというぐらい、すごいこう精神的に落ち込んでる時期があったんですね。ただそのお父さんの夢であった世界チャンピオンというのを彼らはもう一度見て、私の生活変わってきたよ。本当にありがとう。今まで見るのはちょっと泣いてファンに愛されるコベルト・サトシ・ソウザ、改めて紹介します。ライジン初代ライト級チャンピオン、その名はコベルト・サトシ・ソウザです。